日テレ、KNG&PNSL。レギュラー放送終了。平野メンバーの中が前よりも良くなった最終回は真っ白スーツ姿で出演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今月にメンバー3人が脱退する人気グループ。 キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスの冠無理番組、日本テレビ系、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスキンプル、土曜午1時半が13日に放送されレギューラー最後の放送を終えた。この日は、永久保存版、簡単フ衝撃映像連発キンプルデミー賞受賞式。というタイトルで放送。5人のメンバーは真っ白なスーツ姿でスタジオに登場した。 全66回を振り返りながら、各分野で活躍したメンバーに、キンプルデミー賞、お贈呈。最優秀身体能力賞には平野志洋が最優秀料理音痴賞は長瀬角最優秀万年三位賞は高橋山最優秀メンバーの重い賞は神宮寺優太最優秀トンチキ英語賞は岸優太が選ばれた。 また、もう一度見たいな場面や未公開映像も放送した。番組の最後でマックの劇団一人に改めて振り返っていかがですかと感想を問われた長瀬は、本当に一人一人の個性が出ててめっちゃおもろいですね。としみじみ。高橋は、本当にスタッフさんってそんなとこまで見ててくれたんだなってことが多かったですね。と関係者に感謝した。 平野はメンバーの中が前よりも良くなったんじゃないかな。感謝しかないですね、と話した。神宮寺はいろんな人に見られてるんだなと思いました。と反響の大きさを実感し、隣の岸もうなずいていた。同番組は2021年5月に特番としてスタートし、昨年1月からレギュラー番組に昇格。 今年4月15日に5月13日で通常放送が終了することを公表した。20日の午後7時56分から最終回として2時間のゴールデンスペシャルを放送する。k n g ド・ピンスは2022年11月4日、5人のメンバーの内平野氏要、岸優太、神宮寺優太の3人が今年5月22日でグループを脱退し、事務所を退場。 騎士は今週することを公表。以降は長瀬角と高橋山の二人で活動していくことを発表している。放置新聞社。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。